ございます。ただ話しただけだってば。何その目は。だってそれは、一応謝っとく。ちょっとふざけすぎたかもしれない。でも私がふざけたことで進展するかもしれない。その時は感謝してください。おっと、喋ってたらオーダーが溜まっちゃう。お疲れ様です。すみませんが、高峰さんとメイさんは残っていただいてもいいですか。え、ちょっとちょっと、何する気。昨日の続きではないですよ。シフトの話をするだけです。あ、なんだ、そっか。それじゃあ、お疲れ。お疲れ様でした。もちろん違いますよ。ああ、その通りだ。あの、聞きそびれていたんですけど、私の目のことって。夏目は知っている。スズメとのぞみは知らんな。あ、なんだ、夏目さんは知ってるんですね。知っているからといって迂闊に話さないでくださいね。誰が聞いているかわかりませんから。はい、分かってます。目の調子はどうだ。いつも通りです。ということはまだ放出はできんか。ああ、そうですね、まだ。最近練習できていませんし、やってみますか。はい、お願いします。と言ってもなんですけど。全然わからないんですよね。どうしたらいいのか。蝶はただ見るだけで捉えられるのだったな。はい、じーっと見てるとすって消えるんです。その逆と考えると、出現させるイメージを持って何もない場所を見るとかでしょうか。出現させるイメージ。ダメだ、出ない。分かっていたらすでに話している。探してみたんですが見つかりませんでした。そもそも蝶の姿が見えていない瞳の所持者は、私が知る限りメイさんが初めてなんです。それもわからん。瞳の所持者自体がケウだからな。とにかく情報が足らんのだ。だからこそ興味深い。研究のしがいがある。いえ、いいですよ。私もこの目のことちゃんと理解したいし、逆に申し訳ないですね。全然うまくできなくて。
この鎌で目の中にいる蝶を回収できれば楽なんですけどね。試せませんよ。メイさんの魂を傷つけてしまうかもしれませんから。せめて蝶の位置が正確に分かればやりようはあるかもしれませんが。瞳の中に囚われた蝶は我々でも感知できん。だからこそメイが瞳の所有者であることに気がつくことができなかったのだ。ふと思いついたのですが、メイさん。はい。蝶を捕らえるとき何か考えていることはありますか？考えて、なんだろう、考えてるかな。無心ですか？消えろみたいなことは考えてる気がします。でも初めてモヤモヤに気がついた時は、興味かな。なんだろうあれって思ってじーっと見てたら消えちゃって、初めてモヤモヤを消した時はそんな感じだった気がします。興味、好奇心。消えたモヤモヤがまさか自分の中にいるなどとメイは最近まで知らなかったのだぞ。対象が必要なのかもしれませんね。対象？蝶という対象を意識することで捉えることができる。ならば場所を強く意識することでその場に蝶を解き放てないでしょうか。そっか、ぼんやり出すぞって考えるんじゃなくて、ここに出すぞって意識するわけですね。やってみてもらえますか？はい。どうしよっかな。そこの椅子に出すぞって意識してみます。のところ、椅子。ダメみたいだな。すみません。まるで見当違いなのか、あるいは場所への意識が足らないか。カッカ。なんだ。猫になってください。は？猫になってください。断る。猫になってください。連呼するな。断固として断る。なってください。きっとうまくいきます。メイさんは猫に対して異常な執着を見せますから。だから嫌なのだ。異常な執着、ひどい。何ですか先輩まで。完全に言ってますよ。ひどダメ元ですから、カッカ、お願いします。メイさんのためです。メイよ、くれぐれも取り乱すなよ。大丈夫です、大丈夫ですって。全く信用できん。カッカ、早く早く。ママよ。おい、メイ、数秒前の発言をもう忘れたか。大丈夫ですよ。冷静、私、冷静。多分ですけど、メイさん、野良猫に好かれないタイプですよね。よくわかりますね。人に慣れた猫でさえ、私を見たら逃げます。なぜでしょうね。理由は明白だろうが。さあメイさん、閣下の周囲に蝶を解き放つイメージでやってみてください。は、はい。閣下のあまりこういうことは言いたくないが、我が輩を前にしたメイは心底気持ち悪いな。
だがそこから一歩も動くな。一歩もだぞ。そうも息が荒くなる。終わり、終わりだ。これ以上は我が輩が危ない。はい、メイさん、どうどうどう。もう終わりですか？サービスタイム終わりですか？いくら払えば延長できますか？何を言っているんだお前は。違いだったようですね。考え直す必要がありそうです。5000円払いますから。いい加減にしろ。おふざけは終わりだ。ああ、戻っちゃった。まったく、瞳の副作用ではないかと疑うほどの錯乱ぶりだな。いや、めっちゃ冷静だったじゃないですか。メイよ、何か言うことはあるか？すみませんでした！とりあえず、今日は終わりにしましょうか。その前に、念のための確認だ。ここ最近で、この店以外で蝶は捕らえたか？あ、いえ、お店以外では目の力は使っていません。そうか、わかった。では、お疲れ。すみません、私からも一ついいですか？なんだ。目の力を使うことで逆に悪いことが起こるってありますか？蝶を捕まえた際にですよね。はい、魂を癒すって話ではありますけど、どう言えばいいかな。はい、そうです。ありがとうございます。あるともないとも言えんな。じゃあお店のお客さんのモヤモヤもむやみに消さない方がいいかもしれんが、見放すよりはいいとも考えられる。現にメイが蝶を捕らえた客がまた蝶をまとって店に現れた例はない。現時点では悪影響を与えたと考えられる事例は確認されていない。そうですか。何か懸念でも？いえ、懸念ってほどでは。自分のことを知ってもらって、目のことも分かって、少し調子に乗っちゃった部分もあって、もし悪いことも起こるなら、ちゃんと考えて力を使わないとなってそう思ったんです。蝶を捕らえろと命じたのは私だ。もし悪影響を及ぼすのならば責任を取るべきは私だろう。あまり気にしすぎるな。メイのおかげで非常にスムーズに蝶の回収を行えている。それも事実なのだからな。はい、ありがとうございます。他に何かありますか？いえ、大丈夫です。では解散としましょう。お疲れ様でした。今日もご苦労だった。ゆっくり休むといい。はい、お疲れ様でした。まだ心配か？少しほっとしています。メイさんが瞳の力に疑問を持ってくれて。その点については我が輩は心配していなかったがな。ああ見えてメイは理性的な。言い淀みましたね。訂正する。特定の状況下でたびたび理性を失うが、思いやりのある人間だ。
瞳の力を悪用しようなどとは思いつきもしない人種であろう。それは私も心配していませんよ。メイさんのことは信じています。心配なのは他のことです。何度も念押ししているな。気づかれるなと。時代が違うと言われればそれまでですが、人の心などそうそう変わらん。だから私は瞳の使用に否定的なんです。今は問題ありませんが、どこかでほころびが生まれればメイさんに苦難が降りかかります。せっかく高峰さんの魂にいい影響が出ているのに、それでは本末転倒ですよ。メイさんに何かあれば高峰さんも一気に崩れます、きっと。なるほど。心配しているのはメイではなく高峰光星か。二人ともですよ。もっとも心配しすぎなのは自覚していますが、瞳の力を完全にコントロールさせる閣下のご意向に背くつもりはありませんので、ご安心を。心配だろうが、メイの中にいる蝶たちを無視することはできんからな。ごもっともです。して、カンナよ。はい。昨日メイと何を話したのだ。女子会とやらをしていたのだろう。おや、無粋ですね閣下。乙女の秘密を暴こうなんて。どうやら大した話はしていないようだな。はい、ただの世間話ですよ。うまくいってほしいんですけどね、あの二人。それから気になっちゃって、本当私閣下に仕事任せてもらえてちょっと調子乗っちゃってました。もしかしたらあの子みたいに余計に悩んじゃう人を増やしてないかって不安になっちゃって、お客さんのモヤモヤを消すのが正しいのかどうかわからなくなりました。はい、難しいです。はい、完璧とは言えないですけど、かなり。違います。先輩は私の心読めるんですか。嬉しくて、いつも私が欲しい言葉を言ってくれて、本当に心を読んでるみたいに、いつも。
なんて。甘いもの好きですか？好きですか？わかりました。それじゃあ送ってくれてありがとうです。また明日。死神の蝶。